こんにちは。信者すら追いつけない。誹謗中傷のコメントってね、結構私にとっては今ガソリンみたいな感じで、誹謗中傷のコメントがあったらそれを取り上げてネタにするみたいなね。まあだから私に取り上げられたかったら誹謗中傷書けばいいってことになっちゃうんですけども、でもね、こんなメッセージ嬉しいです、励まされましたみたいなのもやっぱり取り上げるんですよね。もはやどんなコメントも誹謗中傷だろうが、うん、まあもしね、コメント書くんだったらいいコメントの方がいいんですけども、誹謗中傷ですらネタにするから、誹謗中傷書く人はこいつのアクセスのネタになってたまるかって感じで、もうやらなくなるみたいなね、そんな考え方もあるんじゃないかなと思います。